こんにちは、スプラートイでのめちゃんとなよちゃんです。はい。メキシコと日本のあれの違い、あれの違い、あれの違い子供に嘘、嘘をつく。例えば、あの子供が一人でどっか行っちゃったら、なんかココが出てくるよって。ココって何？悪い人キッネイプとか。あ、ココっていうの？ココ。あ、だから人さらいが、だから一人でどっか行くと人さらいが出てくるよってそう、日本は絶対子供に嘘つかない。え、そんなこと違う。絶対子供に嘘つかない。そんなことない、ない、ない。ねえ、パパ、パパ、サンタクロースっているの？いないよ。え、そっちの方がひどくない？だってさ、メキシコにもさ、たまーにね、たまーには、もう15歳の子までは多分まだわからない。え、ヨヘイは？え、俺？何歳まで信じてたの？え、でも信じてる。信じてないじゃん。信じて。今そういう話信じてないじゃん。あ、俺は信じてるよ。だって俺、だってクリスマスサンタさん来るじゃん。え、毎日24日プレゼント置いてあるじゃん。自分でやってるかもしれない。かわいそうじゃん。いや、それは寝てる間に。だって俺がやったの。寂しすぎて。だって去年も俺車の中でクリスマス一人だったよ。うん。あったよ。だから怖いよ。なんで怖いの？サンタさん、なんで怖いの？なんかね、かわいそう。すごい楽しいと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。アディオス。じゃあねー。